ニュースポス7です。公演がプチパニックです。4月上旬の午後、都内の大型公演で玉木宏さんと木南晴香さん夫妻がピクニックを楽しんでいました。全身ブラックで決めた玉木さん、袖が短くカットされたスウェットパーカー姿で鍛えられたムキムキの腕が目立っていました。その傍らにはピクニックシートに腰掛け微笑む木南さんの姿がありました。居合わせた女性は玉木さんだと気づいた人もいて、公演がざわついていました。あまりにイケメンすぎてと明かしています。ニュースポスト7。